はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は、パワープロ2010映画案内の続きをやっていきたいと思います。まあ、実は残念ながらですね、秋季大会2回戦敗退してしまったので、次は小宮山最後の夏、これに向けてしっかりと準備をしていきたいと思います。ではこのまま時間を進めていきましょう。で、小宮山に関してはですね、スタミナ、これを少しつけてもらいたいなと思ってます。今小宮山頼みの投手陣になってますので、小宮山がへばるともう終わりになります。なので小宮山がしっかり完投できるように、まずは小宮山のスタミナを上げていきます。じゃあどこまで上げていくかっていうところですね、検討しましょうか。小宮山なんですが、今スタミナが C あるので、スタミナを B まで持ってって、あとスプリットとシュートを変化量2まで増やしましょう。それで少しはね、防御力が増してくるかなと思います。加えてですね、現状小宮山が2点3点と抑えてくれるんですけど、打撃陣が点が取れていないので、ミートパワー中心にですね、少し打撃を頑張ってもらいたいなぁというふうに思ってます。では早速10月に入りましたので、練習メニューを、小宮山はですね、スタミナで、清水模擬というこれからをね担うピッチャーなんですけども、まあ、正直言って全然なんですが、まずは変化量ですね、 2-2 までは持っていきましょう。そこからですね、他のメンバーはこのままいきます。ミートパワー中心、キャッチャーだけ肩ですね。そしたらですね、新要素、新入生スカウトカード来たので、これ使っていきましょう。早速、とはいえこの弱小二次高校にスカウトで誰かが来てくれるともちょっと思えないんですが、毎年11月から翌年2月まで次年度に入学する新高校1年生をスカウトしに行くことができます。どこに行こうかということですね。で、評判が低いうちは地元、つまり千葉県ですね、ここからしかスカウトができない。全国区の高校になれば全国にスカウトに行けるということですね。で、打撃なのか投手重視なのかというところで確認をしていくと、さらに一発芸であれば特殊能力ということですね。では今欲しいのはどうかな。打撃選手かな。で、有望な選手は弱小高校だと断られてしまうということですね。では千葉県にスカウトに行きます。誰をスカウトするかだな。今はとにかくバッティングの強い選手が欲しいので、そうなると清宮がいるな。天性のヒットメーカー、これ清宮絶対天性プロですよね。岩本、いや、ここは清宮で行こう。都道府県大会のベスト4、天性のヒットメーカー、これ以上詳細は見れないですね。なのでこれだけを見に行きましょう。清宮の反応は良くなかった。まあそりゃそうだよね、こんな弱小高校に。ではスカウトをね、積極的にやって、清宮をなんとか我がチームに招き入れましょう。アイテムで新入生の履歴書2枚持ってるので、清宮に通う、何度も行けば清宮もこちらを振り向いてくれるかもしれない。あとは細見、全国大会出場だもんな、これ無理だよね。丸岡、走塁がめちゃくちゃ高いな。清宮のところに行く。頼む、清宮よ。お、良好。入学してくれる可能性があるのか。よし、清宮が入ってくれればでかいぞ。
あとは、そうだな、全国大会出場クラスは厳しいよな。マリオカだな。走塁が高いので。頼むぞ。しかも、メガネかけてますけど、偏差値高かったですね。では、これで、清宮の入学を待ちましょう。清宮はまだスタメン定着はしてないですよね、きっとね。日ハムに入って。では、時間を進めていきまーす。さて、立山小高校ですね。秋の県大会で負けた相手なのでリベンジしましょう。今回は、4番小沼。ホームランをね、打ってもらいます。では、始めていきましょう。小宮がホームラン、スリーランホームラン。期待に応えてくれる一発ですね。これでだいぶ展開楽になってます。リベンジを果たせそうですね。小宮、今日2発目。サヨナラホームランで出てるのは、ゴールドゲームですね。いや、この戦いをね、秋の大会で見せてほしかったんですが、チーム力確実に上がってますね。期待ができる。さらに清宮が入ってくれれば打線も打てるチームになりそうですね。さらに評判が練習試合ですけど勝ったことによってそこそこになりました。さあ、新入生スカウト行こう。丸岡だ、丸岡。丸岡のところに行くぞ。丸岡にも入ってもらいたい。そこそこに上がりましたからね、チーム戦力も。これで丸岡も入ってくれれば、打てて、走れてっていうね、そういうチームが出来上がりそうです。ではまたスカウトしに行きまーす。丸山よ、丸山。偏差値67。勉強もできる丸山くんを、この二次高校に迎え入れましょう。まあまあがずっと続いてるからね。清宮ディアンみたいにね、前向きに入学を検討してくれる雰囲気が出ると安心感ありますけどね。では合宿、このまま見ていきましょう。小原のキャッチャープラスに欲しいなぁ。小宮山のね、ちょっとでも、負担が減れば、キャッチャープラス2がつくことによって、あとは、小宮山に伸びプラス2とかも欲しいね。なんか今回はそっち方面ばっかり練習しちゃって、得点力を鍛え上げましょうという話がなくなりつつありますけど。ではこのままですね、清宮の入学を信じていきましょう。では練習試合ですね、また小沼くんにしましょう。小沼くんはね、前の練習試合で2ホーマー打ってくれてるんで、まあ、4番としての責務をしっかり果たしてくれてますね。八千代農業高校。ちなみに実際にはない高校だと思いますね。八千代農業高校っていうのはあんまり聞いたことがないので。では小沼くんですが、早速ホームラン狙い。とにかく、いつでもホームランを狙ってもらう。そういうバッティングをお願いしたいですね。持ってったー、小沼ツーランホームラン。小沼覚醒したな。
巨人の岡本張りに覚醒を遂げてくれてますね。これも抜けていくね。今日ここまで3打数2安打2ホーマー2打点、心強い。はい、練習試合3対0で勝ってます。小沼のホームランもあり、小宮山がね9回まで0点です。で、一応茂木と清水にも経験を積んでもらいたいので9回リレーしてもらっています。いや、勝てるチームになってきたぞ。これは夏の大会でもこの調子をねキープしてもらいたいですね。では練習試合です。中堅に評判が上がっている鴨川高校との戦いですね。ここも小沼に注目しましょう。この中堅高校鴨川に勝てれば甲子園大会出場も見えてくるかなと思うので、物差し代わりにしっかり戦っていきましょう。まずは小沼、ここはねいつものようにドカンと一発大きいのを狙ってもらいましょう。水沼のツーランホームラン。小宮山がね0点で抑えてくれてるのでこのまま逃げ切りたいですね。はい、中堅鴨川高校に2対0。小宮山がここもね9回まで完封してくれて、最後清水にスイッチしたという形ですね。小宮山のタイピングが A になってる。これは勝てるチームになってきましたね。で、あとですね、アイテムを使ってグラウンドレベルを上げてあります。ご覧のようにティーバッティングとあとはムニムニボールを入れてますね。ではまた時間を進めていきましょう。では入学式を迎えます。清宮、丸岡、この二人が入ってくれるかどうか。清宮、丸岡入ってくれた。で、あと元橋もですね一応スカウトしてました。入ってくれましたね。フォークと高速進化持ちです。じゃあちょっと見ていきましょう。軽い球シュート回転持ってるんだよな。ここはなんとかね、改善していってもらいましょう。そして丸岡、走力 D、まあ、これ結構優秀ですよね。最初の段階で走力 D あれば。で、清宮、これ転生プロでしょ。アベレージヒッター持ってますね、最初から。でもついてないんだよな、これ。転生プロだとね、転生プロって右上に出るんですよね。まあ、ただ大型の新人清宮が入ってくれたというのは間違いないですね。で、笹岡、これこそまさに転生 OB じゃないか。これカープの笹岡ですよね。キレ丸、打球反応 OK だ。笹岡を次世代のエースとして育てていきましょう。特に何にもスカウトしていなかった笹岡が入ってくれました。で、他ご覧のような形ですね。これは期待が持てるな。小宮山亡き後に笹岡が転生プロとしてエースを務めてくれるのであれば本当に心強い。はい、というわけで大型新人清宮、それに転生プロ笹岡も入ってくれたので、これらの新戦力をうまく使ってですね、まずは甲子園出場を目指していきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。